朝から寝転びっぱなしだったのよ。しびれちゃった。なら諦めて。俺知ってたんだ、全部。俺ハンターになって父さんを見つけ出したいんだ。おお、食え食え。練習の後の飯はうまいもんな。そう、ブリッジ悪くないもんね。悪いのはツナだもんね。あなたはそっちのどうしてばかりの小娘ちゃんとは一味違うみたいね。さあ行くぜ、俺のターンだ。こいつは珍しいドラゴンなんだぜ。何勝手なこと言ってんのよ。これが唯一の手段なのよ、バカ。待っていろ、マクスの住人どもよ、また戻ってくる。バカ、私ツナなんて思ったことなかった。初めちゃんといて楽しかったもん。方向を聞け、極大魔法ファイルアルハザード。裏切りの聖騎士、私は決してあなたを許さない。江戸時代中期、徳川吉宗の命で蘭語を学んだ学者2名。姓は山本、名はエヴァンジェリオン、人呼んでフロイライン山本。実際に薬草を相手にして学んだ時間はその人たちにはかなわないし、石崎くんもみんなも対抗戦までにもっとボールと友達になれば。だって最年少の国家錬金術師なんてかっこいいじゃないですか。ウィシャーだ。俺たちウィシャーいなくても全然平気だったじゃん。あ、そういや龍、あんた貞子のフルネーム覚えて。俺には理由がある。理由さえあればどこであろうと最高なんだ。骨まで出尽く極寒の大気、その身を晒したことはあるか。これは自分の行く道、自分の物語。写真集はやらない。今の私がやるのは違うと思う。うっかり生徒会に負けちゃってさ、僕も借金しちゃったにゃ。だっとこいくんの目的はゆぎゅっと見たかったっけ。イエーイ、お兄ちゃんピースピース。なになに、イエーイ。最後まで油断しちゃダメよ。何のための吹雪組だと思ってるの。それは十分に恥ずべきことでしょう。一緒に来てるのだから